でも自信持ってバーンって手挙げたら周りに誰も手挙げてなくて、すごく恥ずかしくって3分くらいチーンって落ち込んでて、寂しいからスマホ見ながらパクパクって食べました。おはようございます。いよいよ留学が始まります。今日はね、その初日の様子をみんなにお届けしようと思います。今朝の7時で、授業自体は9時10分開始なので、ちょっと1時間早く起きたんだけど、うちの彼がね、車で今日は学校舎まで送ってくれるとのことだったんだけど、その前にね、スーパー行きたいねってなって、スーパーに行ってから校舎に行って、で今日は3つ授業を受けてきます。ビジネスとヒストリーと、あとマスの授業があります。まあ初日だから、授業っていう授業よりは紹介っていう感じだと思うんだけど、なんかそのね、ランチどこで食べるのかなとかいろいろ不安です。まあ、とりあえずみんなからの応援の言葉を胸に頑張っていきたいと思います。今日のお洋服はこれにカーディガンを羽織っていこうかなと思います。ちょっと落ち着いてランチを食べれる状況なのかわかんないので、パクって食べれるおやつを一応持ってきます。これ昨日焼いたシナモンロールです。I guess you saw them when you were at Kirby.
はい、お家に帰ってきました。はい、無事にお家に帰ってきました。後ろに猫ちゃんいます。いや、終わったね、留学初日。もうあまり言葉が出てこないくらい疲れました。今日は朝9時10分からビジネスのクラスがあって、でその次にすぐね、ヒストリーのクラス、歴史のクラスがありました。ビジネスのクラスが私思ってたよりも楽しそうだなと思って、今日受けた中でも一番楽しめたなと思うんだけど、なんか教授が好きでした。すごく優しそうな女性の教授で、なんだろうな、圧もなくすごくしっかりと分かりやすく説明してくれて、はっきり喋ってくれたからすごく聞きやすかったし、でビジネス の内容もね、結構面白かったです。多分私が社会人になって会社勤めをしたからこそ、あ、確かに外からの枠組みで見ると会社のこういうところってこうだねみたいな見方ができて、それがすごく面白かったなって思いました。でこのビジネスのクラスが最初教室に行った時にね、誰も入ってなかったんですよ、教室に。でその前に何人か座ってたから、多分教室入らず待ってるんだろうなと思って、でお手洗い行った後にそのドアのすぐ前にいた女の子に話しかけて、これビジネスだよねって聞いてみました。なんかもう分かんないことは聞いたらいいし、聞いて、まあ、嫌な顔をされることほぼないし、もしあったらまあそういう人もいるんだなみたいな感じで、結構アメリカ、このテキサスの街に来て、周りの人たちもね、分かんないことあったらすぐ聞いてるし、大学の中でもそうでしたね。私以外にもこのクラスこれで合ってるって知らない生徒に聞いてることが結構いて、なんかこうやって話しかけるのがハードルがすごく低いなっていうのを前から感じてたんだけど、大学でなおさら感じましたね。だから私もちょこっと勇気を出して話しかけて、で It's my first day、 今日1日目なんだよねって言って、でその後その女の子が入っていいか分からなくて外で待ってるんだよねって言ってて、結構向こうも緊張している感じだった。彼女も今日が多分1日目だったんですよね。でそしたら教授がちょっとしたらやってきて、このクラスの子たちなんて聞いてきて、そう、あ、もう入っていいよ入っていいよって言って教室入って、でその話しかけた女の子と隣に座りました。で授業中ね、私1回だけ発言できた。もうね、心臓バクバクなんだけど、結構大きな教室じゃなくて30人くらいの教室だったんですね。で先生が何回か質問を振りかけて、私1回目は絶対答えなかったんだけど、でも結構みんなちらほらと答える感じのクラスで、で何回目かの質問でね、私これかなって思ったけど答えなかったんです、緊張しちゃって。したら他の子が誰も答えなくて、先生がこれはこういうことだよねって説明していったんだけど、その時に私経験したことありますか、本当に後悔して、あ、私答え合ってたし、まあ、間違ってたからどうってわけじゃないけど、私的には分かった時に答えたいので、せっかく分かってて、で答えも合ってたからちゃんと発言すればよかったなって後から後悔しました。でその後悔があったから、その何個か後の時に何の質問だったか覚えてます。今でも商品を売る話をしてて、でクオリティが同じ商品、スペックが全部同じ商品を売るときに Differentiation って言ってたんだけど、他のところ、他のものと差別化するためにはじゃあどうしたらいいんですかって聞かれて、私これはね、もう今までの経験でいろんなところで聞いてた、知ってた知識だったから、普通にね、もうとっさに声出せたんですよ。 Cheaper price って。私声大きくないんだけど、私2列目に座ってたし、先生がもうほんとこの辺にいたから聞き取ってもらえて、でね、それで発言できました。もう一回発言できたから、はい、合格かなって思います。その次ヒストリーのクラスだったんだけど、10時25分に終わって1個目が、で35分開始だったんですね。で私校舎がいくつか
あのベルディングがあるんだけど、逆方向に行っちゃって、ベルディングの名前がね A から H まで見かけたかな。そう、 ABCDGH ABCDEFGH の、 あの校舎があるんだけど、私が最初の授業をね G のベルディングにいたんですね。でそこから A に行かなきゃいけないんだけど、外に出た時に校舎がねポンポンポンってビルディングがあって、 G で H だったんですよ。こっちが GH だから、あ、 G と H は G が先だからこっちに ABCD があるはずだよねって思ってこっちに行こうとしたんだけど、駐車場しかなくってあ、ちょっと待ってと思って逆側に行ったら A からの校舎があって、であの教室着いた時に開始の1分前くらいだったんだけど、あのおってびっくりしたんだけども、結構生徒は座ってて先生話し始めてて、あ、間違えて校舎間違えてなかったら普通に先生のお話の最初から聞けたんだろうなと思って、クラス自体はもちろん始まってなかったんだけどね。だからもう空いてる席が数個しかなくって行きづらかったです結構ぎゅうぎゅうの教室でしたね。ヒストリーの先生はね声が大きくってちょっとなんか、あ、怖い先生かもって思ったんだけど、普通にあの途中でね、初日だから説明の会だったんだけどね、あのもうオフィスアワーとかの話をしてて、なんなんだろうね、みんな全然あの来ないんだけど全然質問しに来ていいからねみたいに言ってて、あ、もう I don't breathe fire, I'm not gonna make you ashes, 火吹かないからって、生徒たちを灰にしませんからって言ってジョークも交えて言ってくれて、多分あの声も大きいし結構ハキハキ喋る先生だから女性の先生なんだけど、みんな怖がってるのかな、だけどあの、あ、怖くないんだなと思って、なんか困ったらねちゃんと聞きに行こうって思いました。あの実はね、私ヒストリーのクラスが一番楽しみだったんですよ。結構暗記力ないからテスト苦労するし、昔学んだ世界史とか日本史の記憶全然ないんだけど、でも歴史を学ぶこと自体は好きで、あの今住んでいる国の歴史、あのアメリカの歴史なんですね、世界史とかじゃなくて、History of United States, History of America だったかな。そう、アメリカの歴史の授業なので、この私が住む土地の歴史を知れるのがすごくすごく楽しみです。あの本当に暗記苦手なんで、記憶力あまり良くないので、試験は苦労するんだろうけど、まあでも学ぶことは楽しみだから、楽しんで頑張りたいなと思いました。で、その後、ランチどうしようかって迷ったんですよ。私結構日本でも食事を一人でしに行くのがあんまり得意じゃなくて、カフェは行けるんだけど、レストランに一人で行ったことないし、ラーメン屋一人でも行かないんですよね。食べたいけど、好きだけど。結構そういうとこ、あの、ビビリなんですよ。だから、あの、一人でご飯食べるのもなとか思ったんだけど、お家からシナモンロール持ってってたから、簡単にパクって食べれるから、ちょっと授業終わって周り、外見に行って、結構、あの、まあ、友達と一緒に座ってる人たちもいたんだけど、一人で外のベンチ座ってる人もいたから、あ、私もどっか座ろうと思って、席探して、で、あの、寂しいからスマホ見ながら、音楽聴きな、YouTube 聴きながら、パクパクって食べました。で、その後午後の授業までに、1時間ちょっと、2時間弱かな、2時間弱時間があったので、図書館に行ってみました。図書館がね、結構スタディスペースがあって、自由に使って勉強できるスペースがいっぱいあったので、そこに行って1時間半とか過ごしてました。で、あの、その後の授業がね、マスの授業、数学かな、数学の授業だったんだけど、ここでちょっと恥ずかしいことしちゃって、あの、同じく30人くらいの授業で、で、教授がね、すごく若い先生で、もう今年から、去年 PhD 取って、今年から勤務してるんだっていう若い先生で、あの、多分私と年齢同じくらいなんじゃないかな。PhD みんな何歳で取るんだろう。でもわかんない。結構若く見えて、多分私と同じくらい、20代後半とかじゃないかなと思ったんですけど、で、多分先生も緊張しててね、それが伝わってきました。で、だからすごくあの、受けやすそうだなって雰囲気的にはね、思ったんだけど、あの、自分の、先生が自分の自己紹介した後に、ちょっとみんなにも質問してみるねって言った時にね、あの、テキサス以外から来ている人って聞かれたんですよ。私手挙げるじゃないですか。でも自信持ってバーンって手挙げたら、周り誰も手を挙げてない。私が後ろから2列目だったか、後ろの席の人が手を挙げてたか知らないんだけど、もうこっから見える人全員手を挙げてなくて、私大学だからもうちょっと他の地域から来てたりとか、他の国から来てる人いると思ったんですよ。
だからそもそもね、あのインターナショナルスチューデンツのオリエンテーションで見た人たち、留学生たちはいなかったですね、そのクラスには。だからそこでちょっと、あ、私だけかなって、いても数人なんだって、みんなテキサスの地元の人なんだと思って、ちょっとおーってなっちゃって、でその後の質問がね、あの私ちゃんと聞けてなくって、あの Who's from more than 100 miles in Texas? って多分聞いてたんですよ。で私その100 miles にだけ集中しちゃって、で車運転しないからさ、マイルがどのくらいかわかんないんですよ。あのキロも正直あんま分かってなくて、だから100マイル、ここより100マイル離れたところか、日本離れてるよね、離れてるよねって手を挙げたんですよ。そしたらあの何人か手を挙げた人がいて、そこであっと思って、あの先生の質問はね、テキサスの中でここよりも100マイル以上離れてるところ出身の人は誰ですかっていう質問だったんですよ。でその何人か、あの6、7人くらい手を挙げた時に、先生が、あ、意外とテキサスの別の地域から来てる人もいるんだねって言ってて、その時にピーンって来て、あ、私聞き間違えたわと思って、ね、その1個目の質問でさ、手挙げたのが私だけだったから、その後にまた手挙げたらみんな気づいたかなって思っちゃって、隣の人とか絶対気づいて、あ、こいつなんで手挙げてんだろうって思ったと思うんだよね。でこれがさ、あの英語を聞き取り間違えちゃったからのミスだったから、あのとてつもなく恥ずかしくなって、みんな経験したことあるかな、そのなんかキューンってなって、さーって血がどこか行っちゃう感覚、あのわっミスしたって時にさーって、あの青ざめる感覚がありましたすごく恥ずかしくって、その後3分くらいチーンと落ち込んでてね、まあ大したことないし、誰か気づいてたとしても、あのもう今には忘れてるんですよね。だからどうでもいいとは思ってるんだけど、まあ私はちょっと、はい、ミスしたって思っちゃいましたっていうのがね、留学初日のちょっとした失敗話でした。であとは数学の時、隣がね、何人か知り合いの女の子3人くらいが一緒に座ってたんだけど、結構あのバリバリキラキラ系の女子たちだったと思うんだけど、見た目とかね、あの話聞いてても結構ねビビっちゃいましたまあでもあのどこに行っても全員と気が合うことはないから、私は私で気が合う人と仲良く出会えて、お友達になれたらいいなって思いました。まあでもとりあえずね1日目終わって、で私パソコンのね、学校の Wi-Fi がうまく繋がんなくって、一応繋がったと思ったんだけど、とあるウェブサイトは使えて、とあるウェブサイト使えないっていう症状があって、これインターネットが遅いからって思ったんだけど、この数学の授業の時にね、 Wi-Fi 繋がんないんですよって他の生徒もいて、でこっちに、ここに座ってた女の子が、それ IT に行かないといけないんだよって言ってくれて、でだからすごくラッキーでしたね。本当知らなかったから、じゃあここのルーム、このビルディングのルームなんとかなんとかに行くっていうのをみんなに共有してくれたから、すごく助かって、でみんなに共有されたから、しかも初日じゃない、だから IT めっちゃ混んでるんじゃないかなとか、1時間とか待つのかな、やだなって思ってたら、待ち時間なかったです。その教室、あ、ルームの前に行ったら、その IT のおじさんがトコトコって出てきて、なんて言ったらかな、Anyone needs help? みたいな感じで聞いてて、で、一応ね、ルームナンバーも合ってたんだけど、一応、Is this where I can set up my computer if I wanna use the Wi-Fi? って聞きましたね。Wi-Fi 使うためにコンピューター、ラップトップをセットアップするのここですかって聞いて、Yes って言われて、ここに名前書いてって言われて、で、そこで、パソコンを一緒に見てもらって Wi-Fi セットアップしました。そう、なんかね、インストール系が何かしなきゃいけないのがあって、それをやったらね、ちゃんと Wi-Fi 繋がるようになったんですよ。本当に良かった。で、IT のおじさんすごく優しかったです本当に優しかった。なんか最後に繋がって、Wi-Fi がね、無事に繋がった時にはイエーイみたいに言ってくれてすごく可愛らしいおじさんでした。IT は多分あんま行くことないと思うけどね、優しいおじさんだったからまた会いたいなって思いました。ちなみにさ、今日の服装こんな感じで行ったんだけど、結構ね、みんな、まあいろいろだったんだけどね、ジーンズにタンクトップの子もいたし、私みたいなこういうドレスで上着も羽織らず、そのままタンクトップドレスみたいなのでいた子もいたし、あともっと肌見せてる子もいたし、あと結構多かったのは、めちゃくちゃ短いショートパンツに、ダッポリした T シャツみたいな、
すっごい短いの履いてる子とかもいてね、それが結構大学の女の子の普通よくあるスタイルらしいですね。短いショーパンに T シャツみたいな、確かに楽だよね。で、私この格好全然浮いてなかったと思うんだけど、もうさ日本出身だから肌見せることにあんまり慣れてなくて、なんかこの肌見せ度でもねすごい普通なんですよ。むしろこれ着てるからカバーしてる方で、でも私はちょっと慣れなくって、どうなんだろう、慣れていくのかな。服装もね日本とすごく違う、東京とやっぱりすごく違うから慣れていくんだろうなって思いました。はい、こんな感じで留学1日目が終わりました。もうさ校舎に最初着いた時すごい緊張してて、彼に車で降ろしてもらってね、で昨日はさ人がいなかったんですよ、校舎行った時、教科書取りに昨日行った時ね。なんだけど今日はまあ普通に案の定クラスが始まる初日なので、ブワーって人がいて、でみんな大きいじゃん、私小さいからだからすごい圧倒されちゃって、感覚的に言うと私ピアノやってたから、ピアノで試験とか演奏会でステージに出てった時にブワーンって人がいて、ゾワゾワゾワってくる感覚と、なんか同じ感覚でした。うわーって緊張がきて、もうね、車の中戻りたかった。まあでも頑張って、トクトク歩いて、で、必死にビルディング探して行ってきましたね。もうね、今日慣れたからここは、校舎に行くことは怖くないなって思いました。明日は一個だけ授業があって、English Composition の授業があります。もう今まで受けた感じだと、みんな、インターナショナルの生徒ほぼいないんじゃないかな。まあいると思うけど見かけなくって、みんなネイティブの現地の子ばっかりだったなと思って、そうするとさイングリッシュの授業めっちゃ難しいんじゃないかと思ってね、ちょっと心配なんだけど、でも難しいってことは私がすごく成長できるっていうことなので、頑張って必死についていきたいと思います。はい、こんな感じで留学初日が無事に終わりました。無事にかな、恥ずかしいことしたけど、うん、ちゃんと帰ってこれました。はぁ、ちょっとねこの後1時間くらいはぼーっとして過ごそうと思います。疲れちゃった復習とかねした方がいいと思うんだけど、はい、とりあえず1回休みます。今日のブログ見てくれてありがとうございました。どうでしたか、この今日はね本当特別な日だなと思って、留学の1日とかこれからも撮れるけど、初日は今日しか撮れない、一生で今日しか撮れないから、すごく大事なビデオになったなと思います。みんなと一緒に私がやりたいのが、この初日の動画を見てくれてね、で1年後とか半年後、私がどういう気持ちでこの地で生活しているか、性格とか変わってるか、考え方変わってるかとか、そういうところが自分でも楽しみだなと思うし、こうやって動画残している理由の一つが成長や変化を自分で見返せるなっていうのが楽しみの一つです。結構前から見てくれている人はさ、1年前の私と今の私でも全然違うっていうのをねコメントでもらったりするんだけど、だから私という人間の変化も面白く見てもらえたら嬉しいなと思います。あとはね、私の留学生活を通してなんかもう一つ人生歩んでるみたいなそんな風に思ってもらえたら嬉しいなと思います。では最後まで見てくれてありがとうございました。面白いなと思ってもらえたらぜひグッドボタンで感想教えてください。ではみんなも良い一日を過ごしていますように。次回の動画でお会いしましょう。Everywhere